マーベルアベンジャーズ地球を救う方法。2月7日からディズニーチャンネルの平日毎日夕方4時から夜9時まではとってもミラクルな時間になります。あ、詳しくはお楽しみに。パリを世界一綺麗な街にするこの酸素プロジェクトで、今度の新エピソードは、広場の木を全部切り倒そうとしてるんですよ。街の未来を守るため、言う通りにしろ。新たなヒーローが登場。ネズミのミラキュラスをあなたに渡せることを誇りに思う。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、新エピソード、16日日曜日夜7時30分。見ろ、ゲットスクイーキー。ディズニーチャンネル。あんたはもう私の友達じゃない。29日の土曜日は、ここから消えてもらう。不思議の国アンフィビア、衝撃の新作がやってくる。そのカエルの家族とも永遠にお別れだからね。やだ。スタートは昼2時。それがないとうちに帰れない。まずは5話連続放送でオルゴールの謎に迫るエピソードを振り返ろう。素晴らしい。そして夕方4時30分からは2話連続の新エピソード。ついにゴールだ。オルゴールの力でいよいよ元の世界へ。はい、じゃじゃん。しかし、何すんの。またしてもサーシャが。この国を支配する方がずっと面白そう。ついに決着。果たしてアンは家に帰れるのか。絶対好きにはさせない。ここで倒せ。新作アンフィビア、家に帰る。サタデー29日土曜日昼2時から3時間半。母ちゃんグリーン家の大都会ライフは、母ちゃんがやってきてますます大騒ぎ。バシャッときた。エレベーターだよ。ますますはちゃめちゃで、イエーイ。ますます驚きがいっぱい。サプライズ。愛してるよみんな。ビッグシティグリーン新エピソード、土曜日夜7時30分。ディズニーチャンネル。またまた始まるよ。レゴマーベルアベンジャーズ地球を救う方法。まだまだ続くよ。レゴマーベルアベンジャーズ地球を救う方法。2月7日からディズニーチャンネルの平日毎日夕方4時から夜9時まではとってもミラクルな時間になります。あ、詳しくはお楽しみに。ディズニーチャンネルムービー。あれ何、鳥か飛行機か。いや、スーパーヒーローパンツマンだ。彼にはとんでもない秘密がある。この人、校長先生。催眠術をかけるぞ。パンツマンにパンツマンに、ガッガッガーン。ふだん高かった。実は生徒のいたずらでスーパーヒーローになったと思い込んだ。だから止めない、戦えない。ダメだこりゃ。スーパーアホだな。世界はまさに滅びようとしている。だが生徒たちの大ピンチに、なんとすごいパワーが。最高だ。果たしてこんなヒーローが世界を救えるのか。初放送スーパーヒーローパンツマン、16日日曜日夜8時。ディズニーチャンネルムービー。よし。外の世界を知らないイエティの村で暮らすミーゴ。早く一人前になりたいよ。ある日、発射。村を飛び出して出会ったのは、小さな足のスモールフット。そう、人間。スモールフットだ。何、存在しないものは見られない。みんなは信じてくれないけれど、スモールフットを探してるの。仲間がいればきっと探し出せる。スモールフットを信じる。目覚めさせよう。ちっぽけな世界を飛び出して大きな真実を探しに行こう。エディ、あ、スモールフット、あ、これ取れちゃったけどいいの。ここだっけ。あ、参ったな。初放送スモールフット、1月22日土曜日夜8時。ディズニーチャンネルムービー。またまた始まるよ。レゴマーベルアベンジャーズ地球を救う方法。この後はちょっぴりドジな普通の高校生マリネットが悪者たちからパリの街を救う。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、この後すぐ。ディズニーチャンネル。
く鳥が歌うように絵を描くのだ。アート様。うん、私の歌を聞かせよう。うん、歌って歌って。お、アート様。なんだ。アートでしょうで歌って。ピッキーよ、喉がすこぶる絶好調だ。よし、では始めよう。ミュージックスタアート。さあ、今宵も。アイデアが浮かばない、そんな時は歌ってみなよ。笑いが落ちるような、やっほー、面白いアイデアが生まれる。それがアートでしょ、これはアートでしょ。芸術の魂叫ぼうよ、すごいアートでみんなを笑顔に変えちゃおう。それこそアートでしょ、それこそアートでしょ。今すぐアートしよう、君もアートしよう。作品を大募集。応募方法詳細はディズニーチャンネルの公式サイトから。バト様どこ？あーっと、いてててて、さあどしどし送って。やだでしょ。クリスマスの家族旅行、もう出発するぞ。忘れたのは。ママ？パパ？家族は東京で、だから僕は一人ぼっち。不審者の通報があった。そこへ泥棒が。あの映画が、息子が一人で家にいるの。完全新作で帰ってきた、うん、ここは僕の家だ、うん、僕が守り抜く。ホームスイートホームアローン、ディズニープラス。まだまだ続くよ。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。ミラキュラスのアニメーションスタジオ最新作、ゴーストが現れる時。レッツゴーゴーストフォース。輝くパワーのゴーストフォース。ヒーロー現る。新番組ゴーストフォース、2月7日スタート。ディズニーチャンネルで日本初放送。スペクトルゲート。ディズニーチャンネルムービー。あれ何？鳥か？飛行機か？いや、スーパーヒーローパンツマンだ。彼にはとんでもない秘密がある。この人、校長先生。催眠術をかけるぞ。パンツマン、パンツマンに。ジャッジャッジャーン。くだくだかかった。実は生徒のいたずらでスーパーヒーローになったと思い込んだ。だから止めない、戦えない。ダメだこりゃ。スーパーアホだな。世界はまさに滅びようとしている。だが生徒たちの大ピンチに、なんとすごいパワーが。最高だ。果たしてこんなヒーローが世界を救えるのか。初放送スーパーヒーローパンツマン、16日日曜日夜8時。ディズニーチャンネルムービー。よし、外の世界を知らないイエティの村で暮らすミーゴ。早く一人前になりたいよ。ある日、発射。村を飛び出して出会ったのは、小さな足のスモールフット。そう、人間。スモールフットだ。何？存在しないものは見られない。みんなは信じてくれないけれど、スモールフットを探してるの。仲間がいればきっと探し出せる。スモールフットを信じる。目覚めさせよう。ちっぽけな世界を飛び出して、大きな真実を探しに行こう。ピエティ、スモールフット、これ取れちゃったけどいいの？ここだけ。まいったな。
初放送スモールフット、1月22日土曜日夜8時ディズニーチャンネルムービー。またまた始まるよ、ミラキュラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。